角間川町は秋田県平賀郡にかつて置かれていた町。江戸時代から明治時代の中頃にかけて周運で繁栄した。民謡として角間川船歌が残る。小物川川口部より 66km 遡った横手盆地のほぼ中央部にし全域がほぼ平坦な中石地である。中世においては六号城に本拠を置く。 六郷支配下の旗郷氏が支配する村であるという記録があり、角野岳城の戸沢氏と横手城の小野寺氏の両勢力の接点でもあった。佐竹氏のでは国入部に際し、平賀軍、小月軍の領主であった小野寺氏の旧臣が、久保田藩の許可を得て開拓し、近世における尊命は、角間川新田村である。久保田藩政下では、船場として角間川船場を要し、 横手盆地の西側と東側をそれぞれ北に向かって流れる小物川流域及び横手川流域の米国、物資が集まった。当地の物産は小物川水運によって久保田城下町、土崎港と結ばれ、西回り航路によって主として上方に運ばれた。主たる遺出品は、米、輸入品は塩や砂糖など多岐にわたった。また、 上川の小舟と下川の大舟の積み替え地としても、賑わい、商業も発達した。江戸時代の中期から後期にかけて、角間川聖人と呼ばれた儒学者、落合安間みが現れ、四塾、主節邸を開いた。隣接する藤木村の八景は、観楽街として発展し、道村の応募には、先導が多く居住した。慶応四年に始まった、母親戦争における、 秋田の戦いでは激戦地の一つとなった。角間川船場の最盛期は、大雨本線開通に先立つ1892年頃であり、周運により有力地主が排出した。1894年時点で、村内で地下1万以上のものは6名に及んだ。しかし、1905年の大雨本線前線開通後は、陸上輸送が主流となり、川港は、 次第に衰え、大正年間には、王子の面影はほとんど失った。町内に、鉄道は通っておらず、国鉄を覆う本線半詰め駅が、東方約4キロメートルにあった。角間川船歌から歌い残してほしい川歌、秋田1985年9月発行。ABCDEF、角川日本地名大辞典秋田県群 ABC、市町村名変遷辞典。 ありがとうございます。